らっしゃいませ。サトシ、ごめん道に迷ったわ。大丈夫大丈夫。なんか予定あった？暇暇、朝からずっとゲームしてた。お前もう最近ずっと遊んでんな。普通にいいじゃん、人生長いんだし、今遊んどかないと後で後悔するでしょ。そんなこと言って留年すんじゃねえぞ。分かってるよ。お前こそこんな店で何してんだよ。ん？ここ俺のお気に入りの店なんだよ。なんで？ここすっげえ美人の店員さんがいるんだよ。なんそれ。ほんとほんと、あ、来た来た来た。まずご注文の方は決まりですか？ああ、すいません。コーヒーを一つ。いらっしゃいませ。コーヒーを一つ。かしこまりました。昨日もいらしてましたよね。あ、はい。今日はお友達の方はご一緒じゃないんですか？あ、今日は一人です。ここのカフェすっごいいい雰囲気だから気に入っちゃって。ありがとうございます。どうも。いらっしゃいませ。あ、じゃあ好きな食べ物は？果物ですね。そうなんだ。じゃあ兄弟とかいるの？3つ上のお姉ちゃんがいますよ。そうなんだ。じゃあ将来やりたい仕事とかはあるの？なんか取り調べされてるみたいですね。あ、いやごめん。いえ大丈夫ですよ。私将来映画監督になりたいんです。へえ、映画監督になるのが夢なんだ。すごいな。おかしくないんですか？え、なんで？私、友達に映画監督になりたいって言ったらいつもバカにされて笑われるんです。だからちゃんと話聞いてくれる人初めてだなって。へえ、俺はすごいと思うけどな。あ、それってさ、作文っていうか、なんかストーリーとか書いたりもするの？ええ、書きますよ。え、じゃあ今度見せてよ。いや、恥ずかしいですよ。え、ちょ、お願い、一回だけ、ね。わかりました。
明日持ってきます。よし、じゃあまた明日来ます。はい、また明日。ありがとうございました。新城さん、今日ってお店やってなかったんだ。新城さんに言うの忘れてました。私いい場所知ってるんで行きませんか？いい場所？いい場所ってここ病院の屋上じゃないの？ここ風が気持ちよくて大好きなんです。考え事をするときはよく来るんですよ。って言っても病院ね。そうだ、私が書いたお話読んでくれるんでしたよね。ああそうだった。全盲受験、どういう話なのこれ？そうだな、主人公は高校生の女の子で、子供の頃から学校の先生に憧れて目指してたんですけど、ある日交通事故に遭って目が見えなくなっちゃうんです。その子は生きる希望も失っちゃったんですけど、周りの人たちが支えてくれて必死に教師になろうってするお話なんです。それで最後に女の子の夢は叶うの？その先はまだ決まってないんです。私思ったんです、どんなに夢や目標があったとしても大きな壁は越えられるとは限らない。現実ってそう甘くはないのかもしれませんね。でも私どんな壁でも逃げたりなんてしませんから。なんかすごくいいと思う。なんとなくだけど。ありがとうございます。ゆうたさんは叶えたい夢ないんですか？夢か、特にないな。ゆうたさんも見つかるといいですね。ありがとう。よかったらもう少し葵ちゃんの話聞かせてよ。ええ、いいですよ。ついでにご飯でも一緒にどうですか？うん、いいね、行こうよ。
今日の映画面白かったですね。うん、めっちゃ楽しかった。ありがとうね。え、何がですか？え、あ、今日一緒に来てくれたこととか。ゆうたさんこそ誘ってくれてありがとうございました。葵ちゃんってさ、彼氏とかいないの？私ですか？ないですよ。そうなんだ。葵ちゃんさ、俺じゃダメかな？え？いや、俺初めて会った時から葵ちゃんのこと好きだったから。俺と付き合ってくれないかな？葵。何？ずっと一緒にいような。何それ？綺麗だよ。あ、もしもし。はいはい、どうしたの？今日撮った写真さ、今度持ってきてよ。うん、わかった。じゃあ、明日持ってくね。うん、ありがとう。うん、うん、じゃあね。はい、これ。お、すっごい綺麗に撮れてんじゃん。でしょ？いい写真ばっかり。あ、お水持ってくるね。うん、ありがとう。愛らしくていいじゃん。何それ、ひどい。お、写真も濡れてる。あー、やばいやばい。タオル、タオル、タオル取ってくるね。うん、はい、タオル。ありがとう。そうだ。うん？私ね、しばらく実家に帰ることになったの。え？結構急な話でね、少しの間戻ることになったんだ。じゃあしばらく会えないわけか。ごめんね、ちゃんと連絡はするから。まあ仕方ないか。じゃあ気をつけてね。うん、ありがとう。じゃあまた連絡ちょうだい。うん、ゆうたも体に気をつけてね。じゃあ。どうしたんだよ。
なんとなく。じゃあね。どうしたの？飲み会？うん。うん。行く行く。うん。あった。今から行くわ。どこ？うん。ダッシュで行く。でさ、最近どうなの？留年の話？ちげえよ、お前と葵ちゃんの話。ああね、なんか1ヶ月ぐらいは電話とかしてたんだけど、最近は連絡取ってないな。お前それ大丈夫かよ、向こうで男作られたんじゃねえの？それはないだろう。さすがにな。ゆうたへ、久しぶり。連絡遅くなってごめんね。ゆうたは元気に暮らしてますか？ちゃんとご飯食べてる？風邪ひいてない？あ、ゆうたは私と違ってしっかりしてるから大丈夫かな。私はもう少しこっちにいることになりそうだから、ゆうたは体に気をつけて元気でいてね。大好きだよ、葵より。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになっておかけ直しください。いらっしゃいませ。あの、はい、葵の、あ、西内葵の実家の連絡先って分かりませんか？西内さんなら1ヶ月ほど前に辞めましたよ。え、休んでるとかじゃないんですか？いや、バイト辞めて実家に帰るって言ってましたよ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。
あの、はい、この住所ってここで間違いないですか？合ってますけど、この家の方ずいぶん前に引っ越されましたよ。どれぐらい前ですかね？そうですね、1年以上前かな。そんなに前にですか？おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめに。2月28日の12時に病院の屋上で会いましょう。葵がお世話になってます。葵の姉の西内茜と申します。葵にこれを渡してほしいと言われてきました。葵はいつ帰ってきますか？はい、いいよ。ゆうた、久しぶり。ずっと言わなきゃって思ってたけど、やっぱり言えなかった。私ね、ずっと病気だったんだ。なんかね、体がだんだん動かなくなってくんだって。
ったから、長生きできないのは分かってたんだよ。それで最後に女の子の夢は叶うの？その先はまだ決まってないんです。どんなに夢や目標があったとしても、大きな壁は越えられるとは限らない。だけど、ミートにそんなこと言えなかった。だから、ミートに嘘ついちゃった。そうだ。ん？私ね、しばらく実家に帰ることになったの。え？結構気な話でね、少しの間戻ることになったんだ。もう手も動かないよ。あっ、うわ、ごめんごめん。ただこれを見ている頃には、私はね、ミートにも会えないんだね。映画撮りたかったな。葵！最後に女の子の夢は叶うの？その先はまだ決まってないんです。どんなに夢や目標があったとしても、大きな壁は越えられるとは限らない。現実ってそう甘くはないのかもしれませんね。でも私、どんな壁でも逃げたりなんてしませんから。
ゆうた、いよいよだな。ああ。葵、僕はもう一人の君に慣れたかな。さようなら、ただ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 愛しき日々を噛み締める孤独な夜、何も言わず吹き抜けた風、ビルの隙間に細い月、当たり前のように繰り返しの毎日、懐かしい歌が聞こえてきて、思い出が駆け巡る、移りゆく季節を刻々時からゆっくり終わってゆくなんて信じない、僕が生きる今日はもっと生きたかった、誰